海外の反応、アタッカー冨安、現地で褒められまくる。マンチェスターして相手の貴重な勝ち越しゴールの起点となった冨安。最前線に駆け上がり、アタッカーの役割をこなした冨安に、現地からは大絶賛の声が。クソ愛してる冨安。あのゴールに対する冨安の攻撃本能は最高だった。冨安はほんの数分間プレイしただけで変化をもたらした。彼の試合は見ていて本当に素晴らしかったし、素晴らしい変化をもたらした。冨安の適正ポジションは CF なんだよ。冨安のあの走りはすごい。冨安は今後もっと自信を持って臨むべきだろう。彼には能力がある。あのゴールは全部冨安のゴールだった。来週は冨安とハフェルツを前線に置いてほしい、アルテタ。冨安はセントラルファイナルサードで何をしているのか？それは意図的でしたか？戦略的だったのでしょうか？超すごい。